もういくつねルート七夕。うん、ここが悪いね。手金なくても七夕だね。ってことで今日のお題は七夕だよ。説明よろしく。はいはい。七夕は中国古代の民間伝承が元になっていて、織姫と彦星が天の川を渡って一年に一度だけ7月7日の夜に出会えるというお話のことだよ。なんで短冊を飾るの？昔は古代中国の陰陽五行説に基づいた色の淡か白黒で魔除けの意味を持たせていたんだ。江戸時代頃に文芸の上達に関する願い事や七夕にちなんだ言葉や絵を描くようになって、それが現代まで続いてきた感じだね。なるほど。笹の葉をカラフルにして魔除けをするためにも、みんなも短冊に願い事を書いて飾り付けようね。